ビムシュルビアこと、ビルヘルムス・ラウレンス・ヨハネス・シュルビアは、オランダ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。スールビールと表記されることもある。シュルビアは、アヤックス・アムステルダムの下部組織から昇格すると、1964年1月5日に、行われたアド・デンハーグ戦で公式戦初出場を、果たした。当初はフォワードを務めていたが、 後にサイドバックにコンバートされた。スールビールは豊富なスタミナとスピード、ボールテクニックを生かした攻撃参加を武器に1970年代にトータルフットボールと称されたアヤックスにおいて重要な役割を果たした。また攻撃力だけでなく守備面においても1対1の場面で強さを発揮した。アヤックス時代にはヨハンクライフや ピート・カイザー・アーラと共にエール・ディビジ優勝7回、KNVB カップ優勝4回、UEFA チャンピオンズリーグ3連覇に貢献した。1977年10月19日に行われた、UEFA カップ1975から763回戦、レフスキス・パルタク・ソフィア戦を最後にクラブを退団した。アヤックスを退団後は国外へ活躍の場を求め、 ドイツのシャルケ・レイオンやフランスの FC メスへ移籍したが、環境に馴染めず多くの成功を収めることはできなかった。選手経歴の晩年は、北米サッカーリーグのロサンゼルス・アズテックス、オランダのスパルタ・ロッテルダムなどでプレーを続け、1982年に現役を引退した。オランダ代表としては1966年11月6日に行われたチェコスロバキア戦でデビュー。 1974年に西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップ。1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの2大会連続準優勝。1976年にユーゴスラビアで開催された UEFA 欧州選手権1976では3位入賞に貢献するなど、 国際 A マッチ60試合に出場し3得点を記録した。引退後はアメリカ合衆国を拠点に指導者を務め、その後はオランダ国内でスカウトを務めた。ありがとうございます。